厚見温泉は山形県鶴岡市温泉にある温泉。旧以来の厚見温泉と書くこともある。温泉街を流れる厚見川沿いを中心に大型旅館、雇用所など宿泊施設が9件存在する。県道沿いには木造3階建ての老舗旅館が並び、その歴史をうかがい知ることができる。現在は厚見川を中心に多数の休憩施設が設けられるなど整備が進められ、 過半の散策が新たな魅力の一つになっている。共同浴場は温泉街に3カ所にあり、管理協力金200円で誰でも入浴することができる。温泉街の中心部にはそれぞれ趣きが異なる足湯も3カ所整備されている。厚み川沿いの指導は国土交通省の暮らしの道ゾーンの登録スーパーモデル地区の指定を受け、温泉観光地にふさわしい歩行者優先の通りに、 整備されている。日帰り入浴は公衆浴場及び温泉旅館で可能であるが、特に旅館は事前の確認が必要。下の湯温泉街の入り口にある公衆浴場の中では最大。円形の浴槽に特徴。正面湯温泉街の中心にある朝市に近い小きれいな浴場。湯の里公衆浴場温泉街最奥部にある古びた浴場。 下の湯と正面湯が日帰り観光客の利用が多いのに比べ、こちらは地元客中心。温泉の新しい形として足湯が注目され始めると、厚み温泉でも温泉情緒を演出し、観光客をもてなす手段の一つとして足湯の設置が行われた。これらの名前は、それぞれ省内弁で、安ん面白い、ありがとうを意味する。 平家湯は約1300年前とされ、縁の渦が発見したと伝えられる。ただし、工房大使による発見説や鶴が傷ついたすねを浸していたところを発見したなどの説もある。厚見川の川底から流出した温泉が河口に流れ日本海を暖かくしていたことが温泉名の由来となっている。鎌倉時代後期にはすでに湯治場が形成されており、江戸時代には 庄内藩の予約書が設けられ、四角を収容する宿屋が並び温泉地の情景を見せるようになった。当時客が食材を買うための朝市は約260年前から始まり、今日も続いている。古くから文人木閣が訪れた場所であり、よさの秋子、横光り市、斎藤茂吉などが訪れた。 第二次世界大戦中の1944年から1945年、東京都江戸川区小岩地区の小岩、上小岩、下小岩、西小岩、南小岩、中小岩の6国民学校から約1600名の疎開児童を受け入れた。厚見温泉の21の旅館では、一般客室として2から3部屋を残しながら、全館を開放して提供している。1998年4月には、 当時の疎開児童ら有志の募金により、熊野神社境内に学童疎開記念碑が建立されている。1951年4月24日午後11時20分ごろ、温泉街の民家から出火し、折からの強風に煽られて温泉街を焼き尽くす大火となった。全個数427個のうち251個が全焼し、被災者は1700名を超えたが、 奇跡的にも死者は出なかった。謝辞、旅館19軒、郵便局、銀行など損害は15億円余りと推定された。厚見温泉では、その復興を記念し、1951年から3カ年に、渡って厚見川の下半に桜を植樹した。現在は桜並木となり、名所となっている。なお、温泉名の表記であるが、古くは、漢字で、厚見温泉とされることが多かった。 しかし、厚みが難読であることから、1977年に、当時の国鉄厚見駅が厚見温泉駅に改称されると、これ以降は、ひらがなの表記が多くなった。2003年から始まった、国土交通省の暮らしの道ゾーン整備事業では、厚見川沿いの市道の歩道と車道の段差をなくすと、共に2車線だった道路を1車線の片側通行にして、 さらに無電中化することで生まれた路側帯に約20カ所の休憩施設を整備した。2009年8月、この川沿いの通りはカジカ通りと命名され、開通式が行われている。以後、この通りを活用したイベントが多数開催されるなど、厚み温泉が目指す、人中心の道づくり、街づくりによる温泉街再生のシンボルゾーンとなった。 2012年3月24日、日本海東北自動車道厚見温泉インターチェンジが開通。これにより、鶴岡市役所から厚見温泉まで国道7号経由との比較で所要時間が約9分短縮される。2019年6月、山形県沖地震が発生し、旅館などに温泉を送る配管が破損するなどし被災。同年10月、 国民保養温泉地に指定された。山形、厚見温泉。21日には、全施設復旧地震被害。産 k ニュース。 https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュアフェアーズスラッシュアンプスラッシュ190620スラッシュ AFR19062000045-8.html2019 年10月26日閲覧環境省国民保養温泉地新たに熱海温泉指定観光経済新聞 https://www.kankeizai.com スラッシュ環境省国民保養温泉地新たに厚み温泉指定2019年10月26日閲覧ありがとうございます